タツニーです。こんばんは、ユミネーです。あのさ、GoTo ですけど、GoTo 大阪の札幌除外されましたね。あ、そう、まあそうだよね、当たり前だけどな。だって札幌なんて東京より多くなっちゃってたもんね、北海道か、まあ北海道 ね、まあ札幌がほとんどなんだろうけど、まあほぼね、そうだけどね、ずっと何、先週からさ、除外した方がいいとか、まあそういう検討してほしいとか、いろんな知事が各地で言ってたじゃない。そうですね、まあ、国はさ、なんかあの GoTo トラベルは利用したのが何万人いて、そのうち180人しかかかってないとかっていう風にさ、まあある意味ちょっと言い訳っぽい、GoTo のせいじゃないんだよみたいなこと言ってたけど、GoTo が全て悪いわけじゃないからみたいな感じで言ってましたね。言ってたけどさ、やっぱり影響がないわけないよね。いや、ちょっと一気にやりすぎっていうか、なんか極端すぎたのかな。もちろんね、それは旅行業界にしたってさ、飲食業界にしたって、それは大変なのはわかるけどさ、両立ってこれは無理だと思うんだよね。いや、そうだよね。やっぱり動けば感染が増えるから、ただやっぱこうやって国が GoTo トラベルとかGoTo イートとかをやると、なんとなくみんなもじゃあそれにあやかってどっか行こうとか何か食べに行こうとかするとさ、もうなんか大丈夫なんじゃないみたいなさ、そう、なんかもう世の中がそういう風になってたよね。なってたよな、もう平気かなみたいなね。まあ、ニュースとか見てても3連休にどっか地方から東京来ましたなんても、気をつけてやめようかと思ったんだけど、でも来ちゃいましたみたいなさ、心配なんですけどね、でも一生懸命マスクしちゃいます言ってる人はね、多かったね。そうでしょ。そうだね、まあ、もちろん自粛されてキャンセルした人もたくさんいると思うけど、やっぱりどっかでね、これは一時は抑えることをやらないとダメだと思うし、そうですね、まあ、極端経済がね、言えばさ、もっとたくさん検査して、かかってない人は堂々といけるような、もしことができるんだったら、そういう時に使えばいいんじゃないかなと思うよ。いや、本当そうだね、そう思う。なんか得点あげたらいいのにね、かかってない人に。いや、そうなんだよなんかね、なんかお食事券とかね、だからなんかさもうちょっと気軽に検査できるようにして、どっか行きたかったらまず検査を受けなさいと。なんかほら検査をさ、今日ニュースでやってましたけど、検査を拒んだら、なんか罰金5万円とかって言って、ああそういうのあんだ。やってたよ、取るようになるのかな。やっぱりほら会社でさ、第1号になりたくないとかっていう人とかもやっぱりいたりとかするんで、入れたくないっていう人が結構多いんですって。こういう人たちが広めちゃうじゃない。そうだよね。そう、いや、まあ、そういうのはある意味だから、強制的にもっとたくさんの人をやって、 それでかかってない人はさ、行けばいいんだよ。本当に怖い、なんかね。ちゃんとそういう方向性を見せてほしいよな。本当言っといて菅さんに。そうだね、この間あの官房長官にも会ったから本当にあの柄悪いまんま行ったんですね今回もそれはいつもの俺のスタイルだからさそうですねということで今夜も参りましょう。はい、鉄にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組はすべての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をネットしてお送りします。いたずら今日の北海万が一だ、はい、今日はね、なんか今日張り切って待ってたですね。そうよちょっとね、噛んでるな、なんか張り切ってるね今日はね、まあなんつったって俺のライフスタイルとも言える、
革ジャンよ。お、先週の素敵な方ですね。うん、服部くんに続いて、はい、今日は帯広の森井さん呼んでみよう。はい。森井さん、はい、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。どうもどうも、お疲れ様です。いや、森井さんね、先週のゲストはあのこだわりの革職人服部くんに出ていただいて、はい、今あの本当に札幌はコロナで大変なんだけど、その大変なところをイベントをやって気合を入れようっていう話を服部くんもしていて、その話を聞いてる中でやってるのが森井さんだって話を聞いて、これはぜひ森井さんにも話聞かなきゃいけないと思ってですね。いや、ありがとうございます。ぜひぜひあのこのイベントのちょっとコンセプトとか、どんな方がこうアーティストとして参加されるのかっていうのをちょっと詳しく伺いたいと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。時はですね、2020年12月の11、12、13と、はい、18、19、20のこれ2週連続で合わせて6日間ってことですよね。そうですね、うん、で服部くんが参加するのがその前半戦で、ええ、これがワイルドスピリットウィークというふうにタイトルがついてるんですけど、はい、こちらの最初の週のコンセプトってのはどんな感じなんでしょうか。どちらかと言いますと、うん、そうですね、角を削る職人が2名と、うん、レザー職人、まあ、服部くんですよね、うん、そのグレートスピリットの服部くんが1名で3人なんで、うんうん、ワイルドにその角だとか皮を細工して作品にしてるっていうことで、うん、まあ、ワイルドスピリットウィークというふうに名付けたんですけども。なるほどなるほど。参加されるのは、まあ、服部くんはね、あのゲストで出てもらってるんですけど、その他に竹蔵さん、竹中さん、はい、竹中さん、竹蔵っていう名前で出てるんですが、これまたですね、すごい変わった世界観で、ちょっと見ると、ゲゲゲの鬼太郎のような世界観なんですよ。これあの今映ってるのは比較的癖の少ない感じのなんか人形がこうやってる感じですけど、はいはいはい、もっと頭のところにあの毛を残したりとか、うん、鹿の毛を残してあったりとか、ちょっとね、キモかわいい系の世界観なんですね。なんか服部くんもそう言ってましたね。はい、なんかちょっとね、面白い方だっていう、ね、だから彼の作品とかやっぱり新宿の伊勢丹なんかで僕らやった時に一緒に持ってって出品してるんですけど、うん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 、このグロさはちょっと大丈夫かなと思ったら意外とですね、うん、女の子とかも買ってくるんですよ。あ、そうですか。え、この方はどちらの方なんですか。北海道、札幌ですね。あ、札幌ですか。はい、ずっと山であのこう削ってた方なんですけど、最近ちょっとあの、うん、平日はお仕事をされて、うん、土日だとか空いた時間でクリエイティブな制作をしてるみたいなんですけど、へー、はい、独特のちょっと世界観があるんですね。独特の世界ですね。もう一方、佐々木さんというのはどんな方ですか。佐々木くんはこれまたあの伊勢丹 の, あの新宿なんかでも一緒にやったメンバーなんですけど、キーホルダーだとかを皮とその角で、うん、ものすごい凝った感じで作ったりだとか、うんうん、彼も彫りをやるんですけども、うん、鹿の頭蓋骨のこうネックレスを作ったりだとか、はやっぱ彼も凝った感じですよね。で、佐々木くんあたりはその竹中さんのことを師匠師匠って呼んでますから。あ、なるほど。だからすごいあのこう尊敬してるみたいですね。まあ、彼の場合は絵を描かしてもすごい上手いんですね。はあ、じゃあもともとそういう芸術センスがあるんだ。そうですそうですそうです、うん、そしてもう一方が服部くんで、そうですね、まあ、僕あのマスク注文したんで早速いや結構マスク人気あるみたいですよ。いやそうみたいですよね。出てすぐ注文したんで僕が第1号みたいです。あ、第1号なんですか。今回のバージョンはね、あ、新しいバージョン、ね、そうそうそう、新しいバージョン、はい、あれ前の時は買われたんでしたっけ。そうです、前の時はもう買いました。 あのお二方とも、ね、ユミネはピアスを買いました。あのフェザーになってる、あれもまた人気あるんですよね。ですよね。あの細工も本当に細かいというか、皮があんなに羽のようになるっていうのはすごいですよね、あれね。はい、うちもあれの大きいの作っていただいて、うん、
シカズノのテーブルランプにこう下げたりとか、あーなるほど、光るオブジェのこの耳の部分にこう下げたりして飾りでもこう使用させてもらってるんですよね、うん、あーなるほど、それをなんか持っていくって言ってましたね、服部君もね。ああなるほどですね、うん、そしてその翌週の18日からの3日間、はい、18、19、20と、そうですね、はい、でこちらに、まあ、こちらもマオリンさんも当然そこのアーティストと出展されるわけですけども、その他のお二人、はい、佐藤さん、そうですね、前回もすごく評判が良かったんですけども、うん、秋田市内でアーススピリットっていうお店をずっと20年ぐらいやられてるんですよ、うん、おすごいな、うん、秋田直接秋田なんですね。そうなんですよ、秋田県なんですね。そうですね、うちあの秋田コミュニティ放送でやってるんで、ね、うん、ぜひゲストでお呼びしたいわ、よろしくお願いします。お願いします。で直接アメリカなんかに行ってその有名アーティストのところに寝泊まりをして、うん、シルバージュエリーを買い付けてきたりだとか、うん、彼のこのオリジナリティがあるのは、うん、向こうのあの血迷のブランケットをヴィンテージのものを発掘して買い付けるんですよ、うん、でそれを秋田県の市内の仲間と一緒に、うんうん、コートというかジャケットにするんですね、うんうん、あ、を作るわけですか。そうなんです。はー、それが今結構全国的に、うん、どっちかというと洋服屋さんのオーナーさんだとか、うんうん、あとはまあ芸能人だとか、うん、アメリカなんかではビルボードチャートに入ってくるようなカントリーシンガーが買ってったりだとか、うん、へー、すごい人だね。結構ワールドワイドな活動してますね。ですね、秋田にいるのが不思議なぐらいだな。ねえ、そんな人が秋田にいたとは信じられないよ。私のカントリー仲間がすごい喜ぶ話かも。それ本当だよね。本当にもいいんですよ、このジャケットとかね。ですよね、はい、すごく雰囲気合いますよ。いや、そのビルボードチャートのカントリーシンガー3人組なんですけど、青いパッチワーク柄のやつを買ったんですけど、もう名前が思い出せないですね。あ、まあでもね、アメリカつったらまあ音楽シーンでちゃんとカントリーというジャンルがしっかりある国だからね。そうですね、うん、本当にカントリーのシンガーって有名な人多いから、うん、そうですね、向こうではかなりあの有名な人だと思うんですよ。ですね、うん、と思います。アメリカンフットボールなんかで世界でね、何億人で見るあのスーパーボールなんかをやるときに、やっぱりそのカントリーのシンガーとかが国歌歌ったりね、してますからね。ああ、いいですね、いいですね。本当すごいわ。そしてもう一方。はい。大石さん。バンバンっていうブランド名で活動されてるんですけど、彼ももう20年ぐらいずっとやっててですね、うん、彼は象形彫りの結構第一人者でもないんですけども、日本でも有数の腕を持って有名な方で、東京のあのアメ横のアルバカーキ店だとかね、うんうん、アルバカーキってお店があるんですけど、はいはい、そこあたりではかなりの作品が並んでて、ファンがたくさんいるんですね。はい、で彼もやっぱりアメリカに師匠がいて、うん、2年に1回とか5年に1回向こうに行って、一人でバイクで行って、うん、師匠のところを訪ねる。はい、この方も札幌の方？おいしくも札幌ですね。なんかすごいね。札幌の江別っていう、うん、札幌市からはちょっと横なんですけど、うんうん、江別市っていうところなんですね。あ、そうですか。はい。そういう逸材すごいね、北海道なんか知らないけど。やっぱそれは、あれかね。ねえ、その素材というか、それこそね、まあ森さんはじめ、その地元のそのエゾシカの鹿角を使ったり革を使ったりっていうことをされてるけども、やっぱそういうところからこういうアーティストの方が生まれてくるのかな、やっぱり。そうですね、やっぱり角、エゾシカの角いやその革を扱ってるっていうのは、上の3人の方が色濃いですけども、うん、下のその3人だとまあ僕ですよね、うん、そうですよね。で秋田のアーススピリットさんのそのジャケットなんかにうちの鹿角のボタンを使ってくれたり、ああなるほどなるほど、そういう広がりもあるんですよ。で、大石くんもその巾着のボタンのところにうちの鹿のボタンを使ってくれた。ああ、なるほど、なるほど。すごい融合だな、それはそれで。そうですね。うん、これ、札幌ファクトリーってまあ有名な場所だけど、はい、そこのレンガ館の2階に、バック&クラフトというお店があるんですよね。そうですね。うん、
ここ約60坪ぐらいの広さです。あ、60坪ぐらいで、ええ、で常にここはこういう方たちがいろんなまあ作品を持ち寄って、そこでこれまでもずっと見ることはできたんですよね、買うこととか。そうですね、うん、アーススピリットさんだとかバーンバーンの大石くんの作品っていうのは前回の、うん、あのイベントから一部置いていただけるようになったんですね。ああ、なるほど。で、うん、グレートスピリットの服部くんはこれピアスを今置いてるんですけど、うんうんうん、まあ広がりはこれからまた今回のイベントを機に、うん、少しずつこうアイテムが増えてはいくと思うんですよね。ああ、なるほど。そんなそのバッククラフト、実は森井さんがオーナーになったっていう話聞いたんですけど、すごい。そうなんです、うん、まあオーナーになったっていうことは金を出したっていうことですね。まあそういうことですよね。このコロナで大変な時に勝負に打って出るというか、思い切りましたね。本当だよね。まあ、森井さんのその魂ってすごくよくわかるんだけど、かっこいい。そうすると今後じゃあこういうイベントをきっかけにこう、まあ、森井さんのその方向性というか、そういうのが色濃く出ればなおさらこの今回参加される6名のアーティストの皆さんなんかは、よりそういうところで直接作品を見る機会っていうのは増えそうですよね。そうですね、うん、あのこのイベントの前に11月の中ぐらいにですね、あのイベントやってるんですけど、その時は女性の3人だったんですよ。おお、それはそれはすごいわ。で、うん、それは瀬田名町で例えばスウェット関係だとか洋服作りをしている方の洋服と、うん、あと前任のオーナーで今一応席もあるんですけども、うん、その方の鹿革のバッグだとか、うんうん、でもう一人はあの牛革でいろいろ革小物を制作する、これ3人とも女性だったんですけども、うん、だから今回はちょっと男性ばっかりのクリエイターでこう2週やることになっちゃうんですけど、うんうん、ええ、まあ、その辺はちょっと男っぽく、ああ、ええ、ワイルドにね、はい、アイテムは女性向きのもありますよ。ああ、そうですよね、ええ、で今回森井さんはメインで何を持っていかれるんですか、うんうん、気になる。まあ、通常そのシャンデリアだとか、うん、あのアイアン製の敷かずのフロアシャンデリア、うん、フロアランプだとかっていうのは置いてありますんで、うん、今回はやっぱりその12月ということで、うん、エゾ鹿の皮を使った、うんうん、まあ、被り物ではハンチングだとかキャスケットっていう。あ、なるほど、なるほど。あとはそのエゾシカの皮を使ったシャツやベスト、うん、あとはジャケットですね、うん、いやー、そうか、それはすごいな、見たいね、見たいね。いやー、もうぜひ試着してほしいですよね。本当ですよね。いや、でもこれすぐ買っちゃうじゃん。いや、買っちゃうって、もう大変なことになると思う。すぐ買っちゃうじゃん。サイズを揃えとかないとダメですね。これがなかなか枚数作れないんですよ。あ、そうですよね、枚数が作れないんで、うんうんうん、で今うちのエゾシカの革のものっていうのはあの千歳空港と、うん、あとは、まあ、札幌そうですけど、あとはそのアルバカーキさんのアメ横のアメ横でね、置いてあるんですね、うん、だそこが毎年あの少しずつ売れちゃうじゃないですか、うんうん、だから今度それを作るのでか結構いっぱいでですね、自分のところに商品をなかなか枚数たくさん作れてないっていう、そうかそうかそうか、出荷する方が忙しくて、森井さんのとこ行ってもサイズがないんですね。そうなんですよ。だからこう皮入ってきたタイミングで、いや、じゃあ僕の作ってもらおうかなって言った時に、うん、サイズとあと仕様を決めて、うん、それを制作、もう本当に一人一人制作してるって感じで、うん、もう本当オーダーだね。今出してるのが今月末ぐらいに上がってきて、うん、すぐまた次出すんですけど、ええ、4人ぐらいのオーダーが埋まってる中で、うん、4枚はもう確定じゃないですか、うん、そうですよね、でもう2枚ぐらい出して6枚ぐらいでこう出すような感じなんで、その2枚がフリーみたいな感じで、ね、うん、ああ、なるほど、あ、そうかそうか、そうやって作らないとね、そうなんですよ、なかなか大量にできないです、ね、そうですよね、はい、いやしボタンだとか僕はもう一個一個こう角削るもんですから、例えば6着やって1着に6個使うとしたら36個 やらなきゃいけない、そうですよね、札幌の店見に行かなきゃいけない、地元の店の経理もやらなきゃいけない、そうですよね、そのうちに36個作る、もう
大変なんですよ。そりゃそうですよね。まあ本当ハンドメイドだからな、余計そうですよね。そうなんですよね。ボタンから削るっていうね。まあだからこそこだわりの人がたくさんやっぱりね、うん、ファンとしてつくんだろうし、そうですね、うん、いやこういうところには行きたい人たくさんいると思うけど、はい、今その北海道ちょっとコロナがだいぶ、ね、ニュースで騒いでるんだけど、いやもう大変なことになってますよね。森井さんの地元の帯広はどうなんですか？帯広も大爆発してます。あら、そうですか。もう今までは片手あったらコロナに感染した患者数えれたんですけど、それが急に10倍以上になってクラスターがもう 2,3 箇所あら、ね、あ、そうですか。もう夜の街やばいと思いますよ。そうですよね。ええ、いやなんか札幌ばっかりみたいな気がするけど、帯広でもそうですか。そうですそうです。だから比率で言ったら帯広の方が人口比率から見たら多いと思う、うん、あ、そういうことだ。そういうことですよね、うん、ええ、一気にやっぱ広がっちゃったんですね、やっぱりね。いや本当、あの服部くんが先週ね、これもしコロナがあったらもやばかもしれない、イベントが危なくなるかもしれないぐらいのことは言ってたから、そうなんですね、ちょっと心配なんだけど、まあ、もちろん開催するにあたってはそういう感染対策とかね、そういうことをやって、そうですね、うん、ぜひぜひその辺はきっちり やってっていうことですね、うんうん、そうですよね、多分ね、アーティストの皆さんとなかなか会えるチャンスってないと思うし、いや本当そうだよね、こだわりの人たちにとってみれば、まあいろいろとそこで会話をする中でいろいろね、アイディアも浮かんでくるだろうし、いろんなね、もうそれこそ教えてもらうこともたくさんあるだろうし、はい、うん、その中で作っていくっていうのはとってもいいチャンスだと思うんですよね。そうですね、うん、自由に見ていただいて、いろいろそのある程度の感覚を持って、うん、アーティストの人方と話してもらえれば、うん、そうですよね、対策だけは万全にして開催しようと思ってます。いやいや、もうぜひぜひね、夜の仕事でススキノの人は本当に大変だって言ってるけど、いや大変だと思いますね。ね、やっぱり、みんな巣ごもりでもうすごい疲れてるところにまた追い打ちをかけるようにこうやって起きてるから、何かしらこう対策を取りながらでもこう表に出てね、ストレス解消する必要は絶対あると思うし、そうですね、ましてこういう、まあ、ある意味趣味にすごく近い世界だし、うん、ぜひぜひ見に行ってほしいなと思うよな。そうですよね、うん、見てるだけでも楽しいと思う。そうそう、見てでもワクワクしますもん、ね、またそこで注文して出来上がるまでを家で過ごすその充実感とか、うん、ワクワクしますよね。買ってきたものにお色を入れたりだとか、ちょっと試着をして早く出たいなっていうワクワク感なんかを、ね、うん、少しこうストレス解消してくれればな、ね、そうですよね、うん、はい、いやもうこれこの冬はこのイベントに行っていろんなアーティストの方から、もうそれこそちっちゃい小物からね、いろいろ買えることができるから、そういうものをアクセサリーにつけて、はい、早くコロナが終わった後にはこれみんなすすきの来て歩いたりしたらいいよね、きっとね。そうですね、うん、いやもう絶対そうなんだよな、はい、でもよくあのお二人はすすきのっていうか札幌来られたりはしてたんですよね。いや、してましたしてました、コロナの前までは。あの、はいはい、うちのこの番組放送生放送でやるのに、札幌のスタジオでやったりしてましたから。ただまあコロナになってからもう全然行けなくて、だから結局今年はもう全然行けてないです。残念ですよね。なんかちょっと収まってきたかなと思うと、まあ、またわーっとなってきちゃったり、いやー、そうなんですよね、うん、だいぶ6割7割方戻ってきたなっていうところでこの第3波で、そう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 、そうなんですよ。おっと応えると思いますよ。いやー、だからね、あの、多分だから飲食業はまあもう当然そうだけど、まあ、それこそファッションというかこういうとこだって本当に影響を受けると思うから、はい、もう森井さんの、ね、ここでもう一度打って出るというのはすごいよね。経営者としてどうなんでしょうね。なんか元気になりますよね、うん、もうそういうの聞いてるだけでね。そう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 、だからまあ応援したくなるし、ね、みんなもそういうところを応援してもらってね、うんうん、なんかあのこのイベントのことで言っていくことはあります？あの北海道内の方がもし来られ、まあ、北海道内の方の方が多いと思うんですけども、うん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 、どちらかというと僕らそのエゾシカや角を利活用したものを売る人間クリエイターとしては、うん、エスキモーに氷を売る感覚なんですよ。
ああそういう感覚、ね、本来は東京とか九州とか行った方が、うんうんうん、南国でかき氷売った方が売れますよね。いやもちろんそうですよね。でもエスキモーに氷を売ろうとしてるっていうところで、うん、皆さん見に来ていただいてその目に入るものは意外と親しみのある日常をもしかしたら見ることもあるかもしれないんですけど、うん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 、まあ全国的に見てもそこまでクオリティを高めてそういうものづくりをしてる人々は日本でもう少ないんだっていうところの目でも見ていただきたいなと思いますね。うん、それはでも大事なことですよ。はい、うん、そういう作品として見てもらうというのはすごく大事ですよね。そうですね。うん、ただ単にアクセサリーや洋服屋っていう感覚以上のものがやっぱここにはあると思いますからね。はい、そうですね、うんうん、全くその通りだと思いますね、うんうん、大量生産のものではないということですね。そうですよね、細部まで一人一人のクリエイターがこう心通わせて作り上げてるっていうところ、うんうん、で、まあ、一つの作品としてお買い上げいただければ最高だなと、うん、そうですよね、まあ、ほぼワンオフだよね、はい、本当にね。そうですね、うん、はい、いや本当にねコロナ禍で大変なあれだけどやっぱり気分を転換させる意味でもこの12月のね、11日から、はい、そして18日から2週連続のこの札幌ファクトリー、バック&クラフトのお店にぜひ足を運んでいただいて、そうですね、うん、アーティストの皆さんと触れ合ってねいただいてぜひぜひ見てもらいたいなと思います、はい、もう本当に散歩がてら2週連続こう外の空気に当たるっていう感覚で、そうですよね、ファクトリーに遊びに来てほしい、ね、そう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 、いやー本当にワクワクします。森井さんにも会場では会えるもんね、はい、森井さんダンディーなちょい悪親父ですから、みんな声かけてくれればね、ダンディー、うん、なんでそんなに違うのって感じです。誰と違うんだよそれは。分かっちゃった今。すいません、ということで夜の時間にありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。はい、ぜひぜひ頑張ってください。はい、はい、応援してます。はい、辰巳あ、ユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。さーて今日の俺がやらなきゃ誰がやる、はい、うん、今日はちょっと、うん、この番組が流れている地域のことをいろいろ調べたら面白い記事が出てきたんですよ。お、何何、いきますよ、うん、どこから聞きたい。まあ森井さんの話したばっかりだからな、北海道から行こうか、うん、じゃあ行きましょうか、うん、はい、釧路の話です。あ、北海道でも釧路ね、はい、うん、なんとね釧路って寒いじゃん。寒いよ。なのによ、うん、なのに12月から全国に出荷される果物があるんですよ、北海道ね。はい、北海道なんだと思います。果物って言えばなんだろう、あんまないんだよな北海道って。な、野菜はメロンとかね、うん、あるけどな。そうそうそう、うん、バナナ、あ、ちょっと待って、バナナって南国の食べ物。いやだからびっくりでしょ、あのヤシの木みたいなやつにこうさなってる。そうよそうよ、それであの猿が食ってるみたいな、そういう絵しか思い浮かばないけど。そうでしょ、私もだからびっくりして本当に二度見しちゃったんだけど、えと思って、え、釧路で。そうなのよ、釧路バナナっていうのを作ってるらしいの、この温室の中でね。あ、まあもちろんそうだよな、釧路です。もちろんあの縛れるからね、うん、で絶対バナナで釘が打てますとかなっちゃうんだから絶対。そうそうそう、ほんとそうだよ。そうだな、なのになんでと思って、そのためにバナナ作るのかと思ったよ、釘って。私もね実はそうだと思ったのよ。じゃなくて釘の代わりみたいな、食べられるんだ。そうなの、なんかね、まあ、釧路湿原のまほど近くにその温室を作ってで、そこの中で育ったバナナ、なんとすごいの、1本1000円もするんだよ。なんでそこで作る、なんか高級バナナ意味があんのかな。なんかねすっごい美味しいらしいのよ、しかもね、うん、皮も食べれんだって。えわかんないよね、ちょっとなんかね、ま、想像つかないの。そうだよな、うん、バナナっつったら、まあ皮はこうやってペロンって剥いて、そうだよね、その皮で滑るってパターンだろ。
そうなんだけど皮も食べれるんだってさ。へー、それバナナじゃないんじゃないの。だってバナナって書いてるよ。なんかまあ商品名は釧路バナナ、うん、946って書いてね、釧路ね、うん、のバナナ、うん、そう。ニューブランド。で、来月から全国へ出荷予定だってよ。皮まで食べられる。そうなんですよ、すごいよね。あ、そう。うん、私バナナあんまり好きじゃないけど、うん、ちょっと食べてみたいかなって思います。絶対硬いんだろうな。凍ってんじゃねえか。冷凍バナナみたいな。釘打てるぐらいの。そう。なんかもうそのぐらいしか想像がつかないから、釧路の人、ね、誰かさ、知ってる人いないのかな。これちょっとリサーチが必要だな、もうちょっとな。そうだよね。うん。場合によっちゃちょっとリサーチしてつなごう。そうだね。うん。釧路バナナ。そう、うん、菊池さんが作ってるらしいからね。そうだね、ちょっとつなげましょう、これは、うん、そうだな、すごく気になるからね。ちょっとあれじゃねえか、鍋常に聞きゃわかんじゃねえか。鍋高さんじゃない。あ、そうか。鍋常はあの読売の読売おじいちゃんですよね。もう大丈夫、間違えた。ちょっと今一瞬パンチョさん出たね。そうそう。あ、そう。だもしかしたらほら、あいつ議員だから知ってるかもしれないじゃん。あ、そうね。つながりがあるかもしれない。まあ、知ってるじゃないけど、そうね。うん、釧路じゃないけど。聞いてみようか。うん。ね、ちょっとリサーチだな、これやな。うん、そうです。そう。はい、ちょっと今後に期待。うん。で、続いて、秋田。はい。秋田ね、うん、今さ、鬼滅の刃ってすっごい人気じゃん。そうだよ、この間さ、子供にもそうだけど大人に もすっごい人気じゃん。大人があのマスクしてたよ、はい、市松模様の。あ、そう、うん、ね、そうだよね、うん、びっくりした。そう、本当に大人気で、うん、私も好きなんですけど、うん、まあ大ヒットなんだろう。だってもう北海道でもどこでも大ヒットなんだけど、ジブリ抜くのかな。抜くね、多分ね。あ、そのぐらいの凄さか。うん、でもね、うん、秋田はね、うん、鬼滅の刃じゃなかったの。何、恵みへの誓い。あ、そこ行きたかったね。そうだろ、本当にごめん松村さん。ロケ地だから、ね、ロケ地。そうだよね、うん、これもねロケ地なのよ。お、ロケ地。はい、なんか違うの。前に出てもらった、うん、あの伊藤さんって秋田の方とかも、ね、はい、皆さん、うん、ショットル焼きそば。そうです、そうです、うん、そうです。その方たちもここにこう尽力されたと思うんですけど、うん、映画、うん、泣く子はいねえか、それが1位だった。いやいや、そっちじゃない、そっちじゃない。悪い子いねえかの方です。そうか、生ハゲさんの方です。やば、生ハゲ。なんか嫌なキーワード言ったな。そうそうそう、このなんかほら小川半島をメインに、うん、そうだよな、もう舞台にしたね、うん、悪い子いねえか。え、ちょっと待って、ちょっと違う、ちょっと違う。ちょっと違うか。え、うん、そんな映画があるわけ。そうなんだって、中野大河くんっていうのかな、ちょっと分かんない子ですけど、あとね吉岡里帆ちゃんと、うん、お、ちゃんとしてる英語なんじゃん。そうです、そうです。あとね、まあ、秋田出身の柳葉さんが出てたりとかして。おうおう、あ、ちょっとね、見たいなと思っちゃった。あ、そんなのロケで作ってたんだね。でもそうそう。なんか伊藤さんもたまに Facebook とか載せてましたよね。あ、そうか。小川半島に撮影クルーが来てるよとか、っていうのをやってましたよ。うん、だから、あ、そういうの作るんだと思って見てたんですけど。じゃあ、うん、あれかな、稲田くんも関わってるかもしれないな。いや、そうだよ、そうだよ。映画屋さんだからな。うん、そうそうそう。それが何、鬼滅の刃を抑えて1位。すんげえな、秋田。すごいよね、地元愛がすげえじゃん。そう。次島根。島根ですね、うん、この前カニの話しましたけど。おお、したよな。ヤドカリか、うん、カニか。そうそうそう、うん、ちょっとあのね、あの島根の重鎮のね、うん、そうそう、方がね、うん、まあ、カニにうるさくてね、そうね、一階の百姓見習いの方ね、そう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 、見てらっしゃるかしら。だいぶうるさいからね。そうです、そうです。断るために俺名前呼びつけられてな。ねえ、ずいぶん気に入られたようで、帰ったのに。うん、ね、あのね、2018年に200万円で落札された、うん、ギネスにも認定されたカニがいるんだってさ。それが、うん、鳥取市の中のカニっ子館とかいうところで、うんうん、あの展示されてたんだって、生きたまま。え、それ200万円で落札して食うんじゃないの？食べてなかったんだね。あ、食うために落札したんじゃないんだ。
あまりにも高くて食えなくて、そういうところに収めた、うん、まあ、ギネスにも認定されちゃったからかな。あ、そう、まあ、そしたら、うん、この度、まあ、落札時には12から16歳と推定されてたんだって、うん、でこの度2年経ちまして、うん、天寿を全うされたということです、おかに様が。じゃあ18歳ってのは人間で言ったら80歳ぐらいってこと？何歳ぐらいなんだろう、ちょっと会長に聞いて、そこ。私もカニの年齢まではね、分かんないんだよね。うん、そうか。うん。あそこにカニうるさい人結構いるしな。うん、いっぱいいたよね。いっぱいいたよな。カニと、あと、生ハゲみたいなやつもいたしな。え、それ自分？違うだろ。違うわ。あとなんだっけ、出雲大社の回り方でも揉めましたね。そうそうそう、それぞれ違うから。1日で回れないっていう人と、うん、そう、30分で行けるっていう人もいて、ね、うん、面白かったな。はい、あ、そうなの。どれが本当か、うん、ぜひだからカニの年齢は会長に聞いてください。そうだね、はい、会長の下にコメント書いておいてくださいね、お願いします。カニの年齢。あ、そうか、お亡くなりになって、それ目立たくみんなで召し上がるのかな。それどうなんだろうね。よくさ、ほらカニとかってさ、剥製っていう、何、あ、そうね、剥製ね、ね、うん、でもあれ身は食べていいのか。でも食べたらバラバラになっちゃうね。でも年寄りだからもうきっと美味しくないよ。そうだね、うん、そうだね。ということで今日は我がオレやらネットワーク各地の情報をゆみねがお伝えしました。はい、あつねーゆみねーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ。はい、今日は、はい、平成12年、割と新しい、そうですね、はい、2000年に亡くなった、はい、浜崎正嗣さん、はい、浜崎さんはね、当時、はい、東京のね、日野会社の寮から姿を消してしまうんだけど、はい、まずはお父さんの呼びかけを聞いてもらいます。はい、正嗣元気ですか。お父さんです。今どこにいますか。いなくなって年月が過ぎたけれど何の音沙汰もないので、今では北朝鮮にいるんじゃないかと疑うようになってます。日本からも北朝鮮にたくさん連れて行かれたようで、もし北朝鮮にいるようだったら厳しい生活環境だと思うので、十分気をつけて生活をしていてください。日本では今現在拉致された方の救出のために政府をはじめ民間団体の方々も一生懸命に救出しようと動いていただいておりますので、遠からず日本に帰ってくることができると思います。それまでに心を確かに持って頑張って生き抜いてってください。お母さん兄ちゃんたちも元気でいます。みんな待ってますから元気で生活をしとってください。本当に元気でね、という呼びかけなんだよね。はい、なんか毎回思いますけど、うん、どこにいるかもわからなくて、うん、本当にみんながみんな辛くて、うん、どうしたらいいかわからなくてっていうのがもうすごい切なくなるなと思っていつも思うんですけど ね、 よく言うけど、その生きてるのか死んでるのかもわからないということがこうにじみ出てる感じがするよね、うん、もし北朝鮮にいるならばみたいな。な、うん、そうですよね。でね、今どうして今日浜崎さんにしようと思ったのは、はい、浜崎さんはね、実はクラシックをやってたのよ。あ、そうなんですか。ファゴットという楽器を使ってクラシックをやっていて、はい、それのね、演奏した音源が出てきたの。あ、そうなんですか。それでね、それをあの北朝鮮向けのラジオの方で流してるんで、あ、潮風で、うん、はい、まあ、ちょっと、はい、触りだけちょっとかけるね。はい、
こういう曲なんだけどさ、初めて聞いたんだけどさ、怖い、ちょっと怖いよな、怖い。いやもう長いからね、全部かけられないんだけど、まあ雰囲気いきなり入りがちょっと怖いなって言うんだけど、うん、シベリウスのフィンランディアって曲なんだって、はい、へえ、怖いですね。なんか北朝鮮に連れて行かれそうな時に流れる音楽みたいな、確かに確かに、泣きそうになっちゃった、想像力が豊かになりすぎちゃった、うん、ねえ、なんかシベリウスのフィンランディアってめちゃくちゃ寒そうだしさ、うん、そうだよね、どっちも寒そうですね、寒そうだよね。まあこれがね出てきたんで、まあ、本人がもしいるならば、うん、これ聞けば必ず思い出すよな。そうですよね、うん、でね、あのこれを使ったりしたんで、うん、まあ、実際ねこういうケースってのは他にもあってさ、まあ、それこそ有名なところでほらめぐみちゃんが歌った歌をさ、そうですね、翼をくださいですね、うん、そうそうそう、ね、うんうん、あれをかけたり、はい、そういうのってあるじゃない。だ当時の本人しかわからないようなものをラジオで使ったりするっていうケースとか、なるほど、うん、まあ、そういうのってすごく効果があるんじゃないかなと思ってね。そうですね、うん、うん、まあ、もしかしたらほらこの演奏、うん、この曲を知ってる人はさ、はい、ね、自分も知ってると、もしかすると浜崎くんも知ってる可能性も出てくるじゃない。そうですね、うん、うん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 、なんでまあちょっと触りだけ聞いてもらったんだけどさ、はい、まあ元々その浜崎くんは会社の寮からいなくなるんだけど、はい、うん、まあ朝東京駅に行ってんだよね。まあこの日は出勤だったんだけどさ、東京駅で ATM でお金をないキャッシングしてんだって、はい、で午後に普通自分の口座からね12万円を引き出したと。お金はだからねちょっと下ろしてるんだよね。で部屋の痕跡はもう別にどっか行くというよりは、はい、新聞もあったし布団も引きっぱなしだし束掛けのパンが残ってたり、はい、うん、携帯な、まあ、当時は PHS だったんだけどもう置きっぱなし、うん、でどっかに行くってなんか書き残してるわけでもなく、はい、普段着の格好で自転車も置きっぱなしだからどっかに行くよという形跡は全くない状態で姿を消してんだよね、うん、このお金がねちょっと意味がまあわからないの、もちろんわからないんだけど、うん、まあ、携帯を持っていかないとかさ、うんうんうん、まあ、普段着のまんまとかね、うん、そういうものを持ち出してないっていうのはなんか自分からどっかに行こうかなっていう風な感じではないかなっていう気はするんだよ ね、 そうですね、まあ、それにしたって家出するような金額じゃないからね、うん、そうですよね、うん、でまたなんか家の中もそんなに物を持ってったりとかそういうこともなさそうだし、うん、ちょっとすぐ帰ってくる感じの雰囲気ですよね、うん、そうそうそう、いなくなり方も ね、うん、ね、まあ、それでこれいくら平成っつったってさ、うん、まあ、2000年だからねもう20年経ってるでしょ。20年前ですもんね、うんうんうん、でこの間に何の痕跡もないっていうのは、うん、まあ、さっきお父さんが呼びかけていた通りもしかして北朝鮮に連れて行かれてる可能性もあるかなと、うんうん、そうですね、まあ、でもユミネが思う通りどのご家族も特定失踪者の家族っていうのはみんな同じだけどさ、うん、こういう呼びかけには本当にそういうのがにじみ出てるよね、うん、ね、本当に、うん、どうにかしてあげたいですね、うん、ということで今日は、はい、浜崎正嗣さんのお父さんの呼びかけを聞いていただきました。はい、夏姉ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さあと今日の音楽紹介だ。はい、今日はさ、はい、コロナ禍の中ユミネがいくつかほら自分でカバーした曲をさ YouTube に上げてるじゃない。あ、はいはいはい、そうですね、それで最近も上げた曲で結構なヒット数でさ、はい、ありがとうございますね。はい、まあ、なんかちょっとねあれだね、うん、しっかり歌ってんだけど、うん、こう少しね声がかすれてるっていうか、うん、声に味がある歌い方をしてるなと俺も思った。そうですか。何褒める感じで来てる。うるせえから先週言ったから。そう、ちょっと褒めろってうるさいからね。なんてことはないんだけど、まあどうしてあの曲をね、まあ、歌ったのかとかさ、はい、まあそんな話をちょっと、はい、あのもともと私あの桑田佳祐さんが大好き、うん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 、ね、サザンね、うん、もちろん母もすごい大好きだったんですよ、うんうん、で、まあ、坂本冬美さんこれ歌われてますけど、うん、そうだね、坂本冬美さんのことも私はすごい大好きですごいリスペクトしてるんですけど、うん、
で坂本冬美さんが手紙を桑田さんに書いて、うん、自分のこう思いの丈を書いて、うん、ぜひ私に楽曲提供してもらえませんかという、うんうん、お手紙を出して、うん、これが出来上がったんですけど、うんうん、桑田さん楽曲提供するのがもう23年ぶりだそうで、うん、でもそれでも結構な注目だったんですけど、うん、やっぱりこう演歌とか歌謡曲ってすごい今低迷期じゃないですか、うんうん、っていうのもすごくあるし、桑田さんがなんか作ってくれたらちょっと盛り上がるかなと思ったりして、うん、もう出来上がる前からすっごく楽しみにしてたんですよ。なるほど。私は、うん、はい。で11月の11日に発売だったんですけど、うん、もういち早く聴き、うん、もうこれを絶対にカバーしてあの YouTube に載せるぞと思ったんですよ、うん、なんかこうカバーする曲って私みんなにこの曲歌ってくださいとかって言われたこととかもあるんですけど、うん、そういうのにはもう一切乗らず、うん、自分の思いだけで、うん、ちょうどコロナが始まってからしかやってないんですけど、そうだよね。そう、自宅でその時に自分の思っていることとか、うん、そういう思い入れがある曲とか、うん、ちょっと今母が具合が悪いんでね、うん、なんか母の日に母とも会えなくて面会もできないんだけど、まあお母さんに贈る歌っていう意味でマザーっていう曲を歌ったりとか、うん、和田アキ子さんの曲ですけど、なんかそういうちょっと思い入れがある曲を自分がやりたい時に伝えたいなっていうのを歌ってるんですよ、うんうん、でこの曲にはさ、うん、なんか嬉しいコメントがあったって言ってたけど、はい、あ、そうなんですよ、うん、そしたら歌った結構皆さんいいですねって言ってくださったのもたくさんあったんですけど、うん、その中でもすごいびっくりしたのが全然知らない方ですよ、うん、でなんかすごく良かったですって最初は書いてあって、それに対して返信をしたんですよ、うん、でそしたらその方が女性だったんですけど、うん、谷口さんという方で、うんうん、すごく良かったんでいろいろ検索してみたら、うん、うちの地元で活躍されてるんですねみたいなことが書かれてて、敦賀の方だったんです。本当、はい、なんでうちの地元でも聴けるっていうことに感動しましたっていうふうに書いてくださったのが本当に嬉しくて、あ、そう、はい、やってよかったなってすごい思いました。聴いているかな、ね、聞いてくださってるか、はい、うん、じゃあその、はい、谷口さんに向けて歌わなきゃ、そうですね。そうだね。はい、ということで今日はユミネがカバーしたブッダ聴いてください。そこは土の中、手を伸ばせば闇を這うだけ、虚しい唇に揺れる愛の残り火を、私をこんなにした人は誰、悪い男だと知りながら初体持つこと夢見た、あんなに尽くした私が邪魔になったのね、あれは魔が差したというのですか、骨までしゃぶって私を生かせたねえあなた、嘘だと気づいた時には捨てられた、この世とは王様だと魂が叫ぶよ、愛してるって言うから危ない橋を渡った、お釈迦様に代わって殴るよ、
ん頃はそれなりにモテたわ。もう見た目を気にする年じゃない。優しい口づけに溺れた私も女だもん。だけど男は不意に手をかけた。今日もエンディングだ、はい、今の谷口さんみたいにさ、はい、ユミネーの歌を通じてさ、はい、ユミネーの活動を知ってもらうっていうのはすごくいいよね。いや本当それですね、うん、ありがたいなって思いました、ね、なんかまたね違う層の人たちに、うん、拉致問題を考えてもらえる、ね、材料になるっていう役に立てたのかなってちょっと思ったら嬉しくなりました。そうだよね。だからそれがやっぱ音楽の力だなと思うんだよな、はい、うーんそうですね、うん、でだ、うん、この間だって PCR 検査受けた前濃厚接触者になった人がいるんだろ。そうなんですよ。びっくりしたよ ね、これ聞いてそうなんです。ちょっとこれは明かせないんですけど、うん、同じ歌手仲間の人ですけど誰だかは明かせないんだよな。そうです、うん、いろいろ仕事にね、うん、支障が出てくるのでね、うん、でまあ一応皆さんもどういうことをされるのかなって結構もう興味あるじゃないですか。あるある。俺びっくりした。いろいろ詳しく聞いたんで、うん、ちょっと話したいんですけど、もし周りに濃厚接触者が出た時にどんな対応になるかってことな、はい、そうですそうです、うんうん、その人は、うん、マネージャーさんがなったんですよ。そうマネージャーがね。で、いつも一緒にいるんで、うん、でマネージャーさん病院に行ってで、まあ、陽性ですってなって、うん、具合悪かったんだな、そのマネージャーは。熱がちょっと出たぐらいだったみたいです。それで病院行って検査したら陽性だったわけだ、はい、そうです、うん、それもすぐは出ないから PCR は、うん、次の日かなんかに病院から連絡があったそうですよ、うん、そのご本人にね、うん、陽性でしたと。で次の日に保健所から電話が来るのでいろいろ聞き取り調査がありますっていうふうに言われて、うん、でそこで具合が悪い人はいろいろその病院に入院したりホテルに行ったり、まあ、自宅療養なのかとかっていうのも決めるみたいです、うん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 、で
その次の日に相談電話があり、そこでこう事情聴取をされて、うん、で、じゃあいつもどの人といますかとか、どこにご飯食べに行きましたかとか、どこに飲みに行きましたかとか、もうこと細かに聞かれて、発症されたと思われる日から、今までのことをずっと聞かれるみたいで。うん、まあ結局あれか、まあ要するに誰と接触したのかっていう、感染経路をたどるということなんだな。はい、そうです、そうです。うん、場所とね、人を確定して、うん、で、まあもちろんマネージャーさんだから一緒にいることも多いじゃないですか。そうそう。それで、また次の日ですけど、うん、保健所からじゃあその歌手の人に連絡が入りますと。うん、って言われて、じゃあまあ待ってたと、その人は。うん、で、待ってたら電話が来ました、うん。で、あなたは濃厚接触者ですと言われて、うんうん、明日 PCR 検査を受けてくださいと言われるんですよね。うんうんうん、それで、保健所で受けるんですけど、うん、それは予約制だから、うん、朝の10時に来てくれてその人は言われたみたいで、うん、で公共機関は使えないんで歩いてきてください、うん、まあ保健所までね、はい、うん、でまあその人のお家はまあ歩いて徒歩で30分圏内にあったからよかったんですって、うん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 、行きました歩いて、うんうん、で行ったら保健所の中ではなくてやっぱりテント外のテントでやったみたいなんですけど、うんうん、どういう、そう、PCR 検査ってどう、痛いのと思って。そうよ。だってなんか鼻に突っ込んだりしてるじゃん。そうそうそう、痛いのかなと思って、うん、聞いたのよ、うん。そしたらね、唾液検査なんだって。あ、鼻に突っ込まないの今も。そうみたい。あのね、玄関みたいのを渡されて、うん、その中にストローみたいなのが入ってるんですね。うん、自分で唾液を出して、うん、で、そのストロー自体に出して、うん、線までこう入れてくださいねって言われて、うん、で、まあ、蓋を閉めて、こう、渡す。あ、別に痛くないんだね。うん、痛くないんだって、私もね、うん、痛いのかなと思って。そうだよ。だって、うえーとかなってんじゃん、見たら。そう、なんかほら、インフルエンザでも結構厳しいじゃん。それより痛いとかって聞いたじゃない、うん、前、一番最初の時、そういう話も聞いてたから。うんうんうん、だから、ええーって思ったら。まあ、よかったんだな。そうじゃなくて、そもそも唾液らしくて。うん、でももう、ご本人は、なったと思ってるから。うん、それは生きた心地はしないよな、それは。もう、息苦しいとか。うん、なるわけだ。なんかちょっとなんか熱っぽいんじゃないかとか、ちょっと言われてみたらだるいとか。そうですそうですそうです。うん、まあそうそうなるわけだ。そうです。もう歌が歌えなくなるんじゃないかとか。ああ、絶望してるんだね。もう不安で、そう、その日一日は大変な思いをされた。それで何？検査何日間かかかるんでしょうだ。ね、次の日の夕方5時以降に保健所から電話があって、うん、まあめでたく陰性だったんですけど。もうよかったじゃん。はい、なんですけど、うん、そこから2週間は不要不急の外出が禁止なんですね、うん、あ、陰性でもそうなんです、そうなんです。あ、もしかしたらまだ出てきてないかもしれない。そう、今から症状が出るかもわからないから、うん、そしたらもうすぐに電話を保健所にくださいと。で、またすぐに PCR をしますっていう話だったみたいですよ。そういう流れなんだ。そう、濃厚接触者になり保健所でやる PCR は0円です。ああ、ただなんだね。そうです、うん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 、今ほらやりたくないとかなんとかになるとかってね。まあ、最初の話じゃないけどな。はい、だからもう本当に周りの人のためにもぜひやってもらいたい。そりゃそうか。そういう電話が来たら本当にお願いしたいなと思います。そうやってずっと一緒にいたんだけど、うん、かかってなかったっていうことはご飯も向かい合って食べたりしてたんですって、喋、うんうん、るから。なんだけどそれでもなってなかったっていうことは、うん、やっぱり手洗いうがいこまめにやる人なんですよ。でも基本的にはそれは本当に大事だと思うっていう風に本人は言っていました。もうすごいレポートだな。はい、よく根掘り根掘り葉掘り聞いたないや、それ陰性だから聞けたんだよ陽性だったら聞けないからそりゃそうだよ。今頃どっかに監禁されてるのかもしれないもんな。そうですよなあ。いや、いい話だもんな。ユミネレポーターの突撃コロナ状況でしたそれでは皆さん、また来週。初にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日が